まず最初に IoT を活用した新たな企業関連系の促進についてでございます IoT を駆使した衣服生産のイノベーションにつきまして仕立てる株式会社代表を取締役川野様よろしくお願いいたしますはじめまして仕立てる株式会社代表の川野と申します今日はどうぞよろしくお願いいたします弊社はインターネットや、えー、IoT などのテクノロジーを駆使して国内初の 衣服の生産プラットフォームとししして年3月に事業を開始いたしましたまやはり国内の繊維産業もいろいろな産業と同じでして減少推移が非常に激しくここに2010年の記録に載っていますけども我々の中で衣服を作る生産工場に関しましてはおそらく5000工場前後にまで減っているというような形になっています。 15年前は1万5000工場ほどあったものが5000工場になっていますそういったまあ工場の減少の中でですね、まあ、最近ようやく海外の人件費の高騰や、えー、為替の影響などの動きがあり少し国内に回帰しているのかなというような感じになっていますで今ですね、えー、産業をこう図にしてみるとこのような状態になっておりまして、まあ、情報や流通が えーま、たこう整理されていないといとううよなな状況になっております、えー、当然そうなってくるとコストやあーリードタイムまたあ、まあ、消費者の多様化に伴って小ロットが必要なはずなんですがそれがまあ生産が対応できていないというような状況になっておりますで具体的に、まあ、あ事業者ブランド洋服の生産を必要とする人たちの悩みとしまして まずその工場を検索する方法がないというような状況があります、それと先ほど申し上げました、ロットの小ロット化に対応できていない、また、生地やボタンなどの福祉剤ですね、この辺もまた事業者が別々になっているものですから、これをこうまとめて頼めるところがない、そして洋服にはです、ねまあ、あのパターンといわれる型紙が必要になってくるんですけども、これも当然、まあ、お持ちでない事業者や個人の方が多いので、まあ、こういった悩みもあると。 でそのって、えーまあ、いろんな揃えなきゃいけないものがある中で品質の維持も難しくなってきているというような状況です一方で縫製、えー、工場の方はですは、ね、IT 化の遅れやまたあ人材が非常に乏しいということで新規事業の開拓だったり、えー、営業マンがいないとまたあ名もなきこうブランドさんから直接電話がかかってきて まあ生産をしたものの、支払いが行われないという決済の悩みがあったりと、またそのマーケットがどういうふうに動いているのかという部分の分析の部分もですね全くできていないと、これにさらに流通の多重構造が加わって、工場はかなりしんどいものをしているというような状況です。そこでわれわれが、てるというサービスを使って、マーケットと工場をシームレスにつなげていくと。 いいいうよううよなものをサービスととししてて今提供しているというような状況です大きく分けると3つのセクションに分かれまして、1つはマーケットを開拓していく部分、そして工場のインフラを作っていき、さまざ、あ、まな協力工場をネットワーク化していくということ、そしてその2つをコントロールするすべ、まあ、てのデータ、プロセスという部分をです、ね、我々が IoT の力を使って管理していっているという,ような状況です。 でまあ我々のサービスを図にすると、こういう形になるのかなというふうに思っております。えー、まあ個人から事業主、えー、大手のアパレルに至って、さまざまな取引先のニーズがばらばらとありまして、これがなかなかその中小零細の工場にフィットしないという現状がありますので、まあ、ここでわれわれがさまざまなデータを整理して、えー、まあ中小零細の工場にです、ねえー、的確に適合するような形でおつなぎしているというような状況です。 でまずユーザーと言われている事業者さんやアパレルさんは、えー、非常にこう簡単なやり取りで入ってい、まあこれまでファックスであったり、まあ、電話であったりという非常にアナログな取引が行われる産業の中で我々はあ、まあ、いわゆるチャットみたいな形で,です、ね、あのどんな人であっても簡単にやり取りができるというようなものをインターフェースに準備しております一方で工場の方はあよくメイドインジャパンということを聞きますが 実はあのメイドインジャパンというのも割とこうあと正確なものじゃない部分もありまして工場の中でも当然技術が高いところもありますしまだまだ技術が低い工場もたくさんございますそこで我々はこの技術力を評価をさせていただきですね星を1から5まで設置して技術力を測っているとそれとその工場で何を作っているかどれくらいの価格で作っているのかどれくらいの期間でできるのかそして一番大事なのが この工場はいつが忙しくて、いつが閑散期である、このようなデータをですね自動でお客様に選出してご提供しているというような状況になります。洋服を作ると言いましても、実は中身は非常に複雑でして、これをわれわれがですねシステム開発という形で責任を持ってやらせていただいていると、このような複雑な要件定義はですね、 なかなかこうフロントのブランドさんであったり工場さんであったりというのはまとめるのはやっぱ大変でしてまあ我々が IT の力を駆使してですねこの辺をまとめてえまあ倉庫をストレスがない状態で洋服の生産を促しているという状況ですでまあ具体的にどういうことが起きているかということなんですがえまあコスト面でも当然貢献はできていると思うのですがえまあ通常アパレル 洋服が作,る作られる経緯としましてあの型紙ができてデザインができてそしてサンプルと言われるものができてでそれで、まあ、展示会などが行われ人々がこう購入予約をしてそして量産に結びつくという流れが大体6か月の間に起きているとでこれをわれわれはさまざまなデータを駆使してです、ね、1から2か月の間ですべて置いているという状況です。 しかし、このデータベースをですねフルに有効に活用すると、先ほどのプロセス、洋服デザインがなされて、型紙ができて、生地が揃って、資材が揃って、量産、そしてデリバリーに至るまでを、でわれわれの最短のトラックレコードとして、6日間でできました。つまり、IT の力を駆使すると、ですね、このように洋服を、例えばユニクロさんであるとか、国際的なメーカーであのザラさんとかありますけど、3週間とかですね。 マーケットで売り切れたものをこう3週間でまた生産して並べるということがあるんですけど我々日本においてはですね6日間でこれができるんじゃないかというふうに考えております、はい、そこでまあ我々のサービスをですねえっと俯瞰してみると先ほどのこのバラバラのマーケットこのような図にですね情報整理することができるということになりますでこれを うまく整理して、工場の新規事業部であり、受付口にシステムを使って、このポジションを作ることによって、コスト面、リードタイム、ロットの部分がすべて解決できるというようなことで、今、2年目として事業をやらせていただいています。中には直接、工場を使って、鎌倉シャツさんみたいなメーカーもあったりですね。 あと SPA という形でユニクロさんみたいなのもあるんですけどもなかなかそれがすべての事業者やすべての工場ができるかというとそういうことではないので,ですねやはり90数パーセントの中小零細の事業者で工場をですねいかに有効に有給資産を使って市場に出していくかというのが我々の使命なのかなというふうに考えております簡単に工場の説明をさせていただきますで 今、西日本を中心に100工場ほどとデータ連携をさせていただきまして、そのうち今、数十工場と実稼働をさせていただいております。で、普段は非常にこう有名なブランドの製品を作っていらっしゃいまして、何を言いたいかと言いますと、とても技術は高いんですけど、もうまく活用されていないという工場がほとんどであるということですで。去年度、100工場に達成いたしまして、去年度は、 データベース集積に伴う効率化という形で、工場からまあいつが暇であるとか、いつが忙しいである、今だったらどれくらいで,できるとかっていう部分を、ですねまあデータをフィードバックをいただいて、サービスにつなげていったと、あ今年の策としましては、工場長および工場に端末などを支給して、ですねまあ小学生でもこう触れるようなインターフェースぐらいの,こうあのレベル、ハードルを低くして、生産の管理をまずしやすくすると。 それと当然、弊社だけのオーダーで工場は成り立っているわけではございませんのでさまざまなブランドメーカーの個人の生産依頼をですねまあ端末で処理することができるそれとその先に工場のラインというものがございますのでこれでまあラインが今どれだけの数を通過しているかとかっていう部分をですね弊社のシステムの方にフィードバックをいただけるようなですね開発を大手様と今組んでやらせていただいております。 それと細かい部分ですがさっきの型紙だとかっていうのはですね、さすがに今はもう手で引いてるわけではなくて、まあ、3DCAD と言われてる部分で、まあ、デジタルのものでやってらっしゃいますただこれが工場にすべてあるかというとそうではございませんのでこの辺などを積極的に導入してですね、さらに工場の生産性を上げていきたいというふうな思いでございます。で あの工場がどうやって増えているかということなんですけど、主に言われる PR も活動をやっておりまして、その中でもまあ自治体さんの支援があったりという部分もあるんですが、中には自治体さんの中でもですねう,ちにうちの町に縫製工場ってあったっけというところから始まるとまああの非常にこうえ忘れられた産業という部分も側面もございますので、この辺はぜひあのお力強いだけだろうなというふうに考えております。企企業業様様ですがこののようににアパレルの企業様が非常に、えー 利用してくださってまして、まあ、グローバル展開をされるブランドから、あのえー、地域の生地メーカーさんがです、ね、洋服を作りたいという思いがあると。で、まあえー、珍しい事例としましては、事業会社さんがです、ね、自分たちの,あの採,用力を高め採用率を高めるための制服作りであったり、えーまあ、ホテルなどのインバウンド対策の制服作りであったり、そういったものを受け付けております。で、最近特徴的だったのが、この、あの、 グローバル飲食チェーンを経営されている一風堂というラーメン屋さんがあるんですがここはニューヨークやパリでいろんなデザイナーとコラボしてですね衣服の生産をしておりましたが今回、日本の博多の総本店の部分ですを我々、仕立ているが地域の工場地域のデザイナーそして地域の人を使ってですね生産を行って非常に評判が良かったとこういった部分は地域ローカライズした形でいろんな展開ができていったり というういいい企画があなんかイメージでできるんじゃないかなかかというふうに思っておおりまますでおかげさまで今回です、ね、あの東京オリンピックの案件も入ってきまして、えー、実は去年末に東京都知事と、えー、東京都の職員さん分のです、ね、コートなどをお作りして、まあ、非常に気に入っていただいて、品質が高いということを気に入っていただきまして、えー、今回、まあ、さらに2000着ほど、春夏の部分でオーダーをいただきました。 現在2年経ちまして、登録ユーザー数、先ほどの100工場に対して、今度はお客様がです、ね、1300社ほど登録をしていただいて、そのうちすべて生産できるわけではございませんが、580社ほどがですね何らかの生産を望んでいらっしゃるという状況です。われわれは熊本本社に、熊本から世界を狙える企業を作れるかというチャレンジのもとにです、ね、お仕事をさせていただいております。 でえーまあ、国内における法制向上をお日本のマーケットに現在出しておりますが、えー、時にはです、ねまあ、海外のマーケットに向けて発信もしていきたいというふうに考えております。で、最後に、まあ、あのそうはいえ、課題もたくさんございまして、まあ、ここにあるような基盤形成に伴う拡張資金、それとお、まあ、知の部分、インテリジェンスの部分をです、ね、もっともっと導入して、一気に世界に通用するサービスにしたいと。 また、工場インフラの拡張と効率化ということで,です、ねまあ、より工場の稼働状況をです、ね、リアルタイムに可視化して、えー、我々のシステムにフィードバックして、もっと生産のリードタイムやコストをです、ね、改善していけたらなというふうに思っております。そして、えー、海外のマーケット、えー、海外の人材などをです、ね、活用できるようなです、ね、そういったこう、えー、世界の衣服のインフラに、えー、水道や電気と同じで,です、ね、世界の衣服のインフラをですね我々を中心にして、えー 形成していきたいという思いで今自由をやらせていただきます以上となりますご清聴ありがとうございました川野様ありがとうございましたそれでは続きまして茨城県北三市連携デジタルものづくり拠点計画につきまして株式会社日立長テクノセンター常務取締役企業支援部長江尻様企業支援部コーディネーターひぐま様お願いいたします ただいまから、えー、茨城県北三市連携デジタルものづくり拠点化計画について、えー、前半は私江次、江尻後半はヒグマがあご報告いたします、えー、まず、えー、茨城県北三市のものづくりのお現状でございますが、えー、茨城県北のお太平洋岸には 日立製作所グループの大規模工場が多く立地しております特に日立中市、日立市、日立大田市の3市は日立製作所グループの企業浄化町として発展してまいりましたこの色をつけた部分につきましては今回の計画で連携を図る部門でございますこのような背景の中で近年グローバル化の流れとともに 日立製作所におおいてて生産拠点の海外移転が進展しておりますまた、グループ会社同士の統合や他社との事業統合など地域拠点の再編が加速をしておりますまた、当地域の製品出荷額はピーク時の約70%金額で約4000億の減少をしております。 事業者数につきましては約30年間で半数に減少し製造業の従業者数もこのグラフのように減少傾向にございますさらに日立市の社会現象数が2年連続で全国2位になるなど厳しい状況が続いておりますそのため地域の基幹産業である 製造業の活性化が地方創造における最大の課題と考えております。当地区の持っているポテンシャルを次の3つにまとめますと、1つ目は中小企業が集積していることです。現在生き残っている中小企業は、グローバル競争に耐えうる高度な独自技術やノウハウを持っている企業であります。2つ目は 大手企業が集積していることです日立,グループ日立製作所グループの存在に加え建設機械の小松など大手企業の新規立地が進んでおります3つ目は豊富な人材が支援人材がいることです日立製作所 OB を中心とした豊富な支援人材がコーディネーターとして多く活躍しておりますこれら地域のポテンシャルを生かし 企業浄化町から新ものづくり都市への成長を実現させたいと考えておりますこれら実現のための取り組みでありますが地域中小企業が目指すべき方向性として日立製作所グループ以外の新規取引策の開拓と既存大手企業との 開発提案力を持った新たな連携の構築でございます解決のための取り組みでありますが大手企業との連携のもとデジタルものづくりを生かしこの課題にありますような中小企業の設計開発提案力強化に取り組むものでございます一つがデジタルものづくり人材の育成による設計開発力 設計開発提案力の強化であります2つ目がデジタル設計データの共有化による競争力強化でございます。以下、具体的な説明を日ごの方からいたします、えー、具体的にデジタルものづくり事業の内容についてご説明いたします。まず1つ目は、ここにありますように、ものづくりの人材育成事業であります。 中小企業が新規開発、あるいは設計をやるためには、3DCAD という新しい武器を備えないと難しいというふうに考えておりまして、特にここにありますように、視覚認定を組み込んだような 3DCAD の研修を行う、これによってどの程度の力があるかというのを外からも客観的に把握できると。 といいうことを考えていますそれから2つ目としましては、その 3DCAD のデータを実際に製品に展開する場合に、試作をする必要があるとで、特に現在、中小企業においてはまだ 3D プリンティター等の機器を使いこなせないというようなことがありますので、それの製品開発での研修を行いたいと。 3つ目としましては、具体的にその 3D データを、ものを削る場合の CAM の技術になりますけれども、その育成を行うということで、これについては、地元の茨城高専であるとか、茨大の連携をもちまして、人材の育成を図りたいというふうに思っています。これらを推進協議会という名前で、大手企業、それから中小企業、それから県を含めた、 そういう機関、それから大学等を一体となった協議会で進めていきたいというふうに思っております。2、はいえー、つ目としましては、ここにありますように、大手企業と中国の中小企業間のデジタルデータの共有化を図って、まあ、IoT を推進していきたいというふうに思っております。 具体的に言いますと大手企業の方は現在その 3D CAD を駆使してデータを社内のネットワークを通じて共有化しておるんですけどもそれを中小企業まで拡張したいというふうに思っています現在中小企業は大手から紙データであるとかそれから DVD 等のメディアでしかデータがもらえないということでなかなか 開発のスピードを上げることができないし生産性の向上を図ることができないということで今回はインタタターーネットをを介しててデジタルデータの共有化を図りたいといとう,うに思っていますこれの現在までの問題点としましてはセキュリティの問題とかそれから知的財産の問題がありますけどこれはこの中で解決したいというふうに考えておりますしそれと同時に えー、同じデータを使うということで、まあ、図面の作り方規格作業手順こういったものをお統一化する必要があります、まあ、それによりまして、えー、標準の部品とか標準のユニットというものをお互いに共有化するこれによって大幅なあ生産性の向上であるとかあ納期の短縮原価低減ができるんではないかなと思っておりますし 特に今回の場合は、中小企業から逆提案をしてもらうと、ここをこういうふうに変えてもらうと、原価が低減できると、まあ、こういう提案をこの中でやっていってというふうに考えております、はいえー、具体的にもの支援体制でありますけれども、産官、学、金、連携で進めたいというふうに思っておりまして、まあ、産業については先ほど言いました大手企業と中小,中小企業。 それから缶については、先ほど言いました自治体と県、それから関東経済局、額については地元の茨城大学、高専等に入っていただきまして、金,金については金融機関に入っていただくこと、これをひたちなかテクノロジーセンターや地元の産業支援センター、こういったところでまとめていきたいというふうに思っております。はい 具体的な今後の展開でありますけれども平成28年は医療機器分野で進めたいというふうに考えておりまして先ほど言いましたものづくりのデジタル化これを進めていきまして設計の人材育成こういったことをモデル化していきたいというふうに考えています。でそそれれれ以降です、ね、建設分野、これは小松それからあ ーモこれ自動車部品ですね、それからエレベーター、こういったところへ、えー、展開していって、まあ、この地区のです、ね、競争力の強化を図りたいというふうに思っています。まあ、具体的にはここにありますように、KPI として、えー、5年後にはですね設計開発日数の短縮30%、それから中小企業の売り上げを40%というのを目標に進めていく予定であります。はい これらによりまして新たな労働スタイルの確立を図りたいというふうに思っています。で一つは女性の活用を図るということで先ほどの 3DCAD のデータを使ってですねテレワークでやろうとで具体的に言いますと先ほど言いました製品のマニュアルであるとか投ま説、あ、こういったものを自宅でやるとかあるいは こういっテクノセンターみたいな拠点でやるとそれをインターネット化してやっていこうということを考えてまして今回の計画の中では特に女性のインストラクターとか講師を登用してどんどん地域で活躍してもらおうというふうに考えております。はい、で最後にまあ目指すべき地域の姿なんでありますけどもまあ企業の成長を通じて人材が集まるデジタルものづくりの拠点として まあ地,ごとえー、地域に仕事を作り出していこうというふうに考えています。で、えー、一つは若者にとって魅力的なあ地域でやるように先ほど言いましたような形で若い人がここに就職してずっと働けるというような仕事を創出していきたいということもう一つは先ほど言いましたように女性が働きやすいような労働スタイルを実現していくというふうに考えています。 3つ目は、私もそうですけども、もうシニアの活躍ができるようなところで、えー、やっていくということで、えー、こういうデジタルエンジニアの強化を図りたいというふうに思っています。はい、それから最後になりましたけれども、えー、経済産業局、並びに関東経済局の皆様に、えー、今回の件に関しましてはお世話になりました。以上で終わります えじり様、ヒグマさんはどうもありがとうございました。それでは続きまして、IoT をめぐる富山県の取り組みにつきまして、富山県商工労働部次長亀井様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。富山県で商工労働部の次長をしております亀井と申します。今日はですね、あの富山県のあの民間企業だとか県県の方で。 IOT に関してあのご興がありますもんですからそのご紹介をさせていただきたいと思います今日はこういう機会をいただきましてありがとうございます説明は座ってさせていただきますまずあの一枚目なんですけれどもえっとまあ富山はそもそもどういう経済なのかということをちょっとご紹介をあのしたいと思いますお手元のあの見ていただきますと分かる通り横の円グラフはこれ付加価値と右はあの従業員なんですけれども非常にこう製造業がやっぱりあのそこが熱いと。 全国,全国では今、2割があの付加価値でいうとあの、えー、製造業なんですけれども、富山でいうとこ3割32%と、えー、従業員ベースで見ても、えー、全国が18%に対して、えー、富山は27%と、非常にものづくりの裾野が広い経済でございます。えー、一枚めくっていただきまして、でえー、じゃあ、その製造業の内訳をあの、えー、見てみると、えー、2割が化学工業と、特に薬が多いところと。 で次が電子部品、デバイス、電子回路製造業、えー、次があの金,、えー、金属繊維製造業だったりというあの、こういうものづくりの、あのそのほうが広いところです。だちょっと労働生産性のグラフを見てみるとです、ね、例えばその電子部品、デバイス、電子回路製造業というのは、あのこう右の方うにあるんですけれども、えー、特化係数2.4と、全国1に比べて、えーと,えー、とい2.4、集積が高いと、えーで。労働生産性見ても、全国が1に対して1.4と。 非常にこう高いんですね。他方でその、えー、古くから富山に根付いているような、例えば化学だとか、えー、金属製品だとか、いうところは集積はあるものの、えー、生産性の面で若干課題があるという状況でございます。でまた、人口減少も富山は、まああのえー、例に漏れず、始まっておりまして、えー、ピークはあの11万2000人と、えー、1998年だったんですけれども、足元は107万人弱だと。 減ってきてきおります生産年齢人口も減ってきていると、こういうその人口が減ってくる中で生産を維持または拡大していくということを考えると、やはり労働生産性を上げていくということに取り組んでいかなければならないのではないかというのを今、取り組んでおります。という文脈の中での IoT になるんですけれども。 え先ほど、経産省の方からあの説明がございましたが、最初は IoT とえ何かという議論を聞いたときに、例えばそのドイツではインダルス4.0でなんか CMS だ、ボーシュだみたいな話が出てきたりだとか、アメリカでは GE がなんかいろいろやっておられるという話ばかり出てくるもんですから、それぞれがあの国を代表する企業のもので、もちろんあの富山にも国を代表する企業はございますけれども、こういったその、 大企業がですね多く集まる首都圏の話じゃないかというように最初私も考えて,てまの、あ、富山県関係ないのかなと思っておりましたただそのよくよく勉強してみるとこの IoT というものはものづくりの在り方に影響があるというようなことらしいとでそうだすると富山は非常に全国と比べてもですねものづくりの裾野が大きいところなので えー、他の県に比べて、富山、やはり IoT に対して利害関係というか、影響が、関わりが大きいテーマな,なのではないかというふうに思いまして、県内の企業さんをヒアリングをしてみたと、そうすると、大きいところ、ちあの中堅なところ、小さいところと、それぞれにつあのおいてですね、えー、IoT の,その活用に向けた取り組みがあの見られましたというのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。一つ目はその これはもうあの超グローバル企業で皆さんもご,あのご存知の企業ですけれどもここの特徴は、えー、富山で、えー、工作機械を全部内製化されておられます全世界です、ね、に、えー、工場がございましてでそこの工場の工作機械を全部、えー、富山で作っていると自社で作っているという会社でございます。 でここの会社が言ってたのはです、ね、同じ工作機械を使ってても日本で使う場合とあとその進出先で使う場合とで生産性が全然違うんだとでそれもその国によっても違ってくるとここを同じ時間で同じ効率で同じ品質のものがなんとかできないかということに課題なんだというふうにおっしゃっていました。もううう一つはです、ね、そい意味でその 各国まちまちちで日本と同じような生産性を出せなないんだ、えー、日本と同じような生産性を各国に展開している工場でも実現できないかということ、もう1つはその、えー、各国の工場でもその稼働状況の見える化に取り組んでいる国の工場というのは非常にこう生産性が上がってきているんだと、えー、いうことで、えーまあ、こういう見える化をするということはあのこの会社にとっては非常にこう大切な取り組みなんだということをおっしゃっていました。 今、実際やっておられることは何かというと、その取り組みの中ですけれども、世界に配っている、自分で作ったコースター機械ですね、ここにセンサーをつけ、インターネットにつなぎ、稼働状況をリアルタイムで把握をすると、リアルタイムで把握できない工場もあるということですけれども、リアルタイムで把握をしていくと、経営者が知りたい情報を富山で把握をするということをやっていきたいというふうに言っています。 でえー、実際、そうすることで何ができるのかということなんですけれども、えー、例えば、えー設備えーと、生産設備の,その故障というのが、非常にこう生産性にあの悪影響があるので、こういう故障を未然に防止をしたいと、または故障したとしてもすぐにあの富山から部品を代替部品を送りたいということがございます。 でそれまではこう、関東経験で部品交換をしていたと、でその思いつき保全とか壊れるまでを使うということをやってたんだけども、えー、こういったものをデータに基づいて定期点検をするということだったり、あとはその、えー、在庫ですけれども、えー、そういうものを過去の,その、えー、実績値からだいたい推測して在庫を持ってたんだけども、えー、設備の稼働データに基づいて在庫を取るというようなことをやっていたりとかですね、えー、そういう取り組みに生かしておられます。 そういう意味ではそのすべての国で日本と同じような品質同じようなコストで物を作るとさらにそれぞれの生産性をさらに上げていくというようなことをやっていきたいと言って実際取り組んでおられます一枚もう一枚めくってくださいこれはこの中堅企業の例でございますここはですねこれもあの製造業なんですけれども自社の 効率性というのは、リードタイムも含めて、非常に極限まで今、高めてきていると、この会社とはちょっと違う会社なんですけど、その工作機械のどれをです、ね、どっちの方向から当てるかということで、だいぶリードタイムが違う、自分たちはそ,のそういうなんていうんですかね、細かな地味、地味な努力で生産性というのを上げてきているんだと。 ただ、これをその何社か協力工場といって部品を出して何社か回って自分のところにもう一回帰ってくるということになっているんですけれども出てった瞬間にそこがブラックボックスになっているとバッジ管理でしかなくてその出てった先の工場がどんだけぶどまりがあってたとか何がどこにどう部品が流れているのかというのをリアルタイムでは把握できていませんと。 自社内ではそこまで効率を高めてきているんだけれども、サプライチェーン全体で見ると、まだまだ改善する余地があるんだということをおっしゃっておられます。それでその、この会社が今やろうとしていることは、そういった会社を協力工場にですね、収めている機械にセンサーをくっつけて、その稼働状況を全部把握をすると、で管理をして自社、自社内の,あの 効率を横展開していくというようなことをやりたいと言って、設計をされておられます。これは中あの企業ですけれども、次に、中小企業の例、これはまだやっているということでも、こういうことをしたいという構想段階の話です、ここはもう中小企業、ものづくりの中小企業ですけれども。 この会社はその非常に高いスペックの生産設備を入れていてこれこの機械かどうかっていうのは別なんですけど非常に高いとでこの高い設備を入れるんだけども自社の取引だけではなかなかこれがペースの稼働率を稼ぐのはなかなか難しいとでこういった機械を入れようとすると自社の受注だけではなかなか厳しいので例えば 他社の受注を持ってくる、またはその自分あの一時的に稼働率があの上がってきて稼働がさばけなくなったときは逆に他社さんの設備を貸してもらうということができないかということを言っておられます。で、そのこうマシン同士をインターネットで繋いでリアルタイムで 稼働状況を管理できるというシステムができないだろうかと、でこうすることによって、お互いに受注を融通し合うと、もっと言うと、大企業から共同して受注するようなシステムっていうのを作れないだろうかということを言っていらっしゃいます。でこれは、その仕事、設備を共同利用するということに加えてです、ね、この会社の営業の効率化にもなるんだと。 営業さんは普通、パンフレットを持って、私の工場にはこういうスペックの、こういう機械が何でありますというのを持って回っているんですけれども、そういった情報に加えて、例えばの1か月先、2か月先の稼働状況も、この発注者にですね見せることができると、そうすると営業さんがやってることよりも、よりあの熱い情報をリアルタイムでお届けできるし、コストも安くなると。 営業部門の効率化にもなるんだということをおっしゃっておられます。こういうのを中小企業連合で作ることができないか、またその発注企業と組みながらですね、試みにできないかということを構想していらっしゃる企業さんがいらっしゃいます。次のページを見ていいいたただきたいんですけども、まあ、こうううふうにあの 県内の企業をいろいろ回ってみるとです、ね、取り組んでいらっしゃる方が大きいところ、中くらいのところ、小さいところ、それぞれいらっしゃいまして、そういった方々の声から特徴的なものをちょっとピックアップしてみるとです、ね、まずこういった IoT を取り組むか取り組まないかというのは、経営者の声がやっぱり非常に大事なんだと、経営者がやるというと、こういう取り組みが非常に進むと。 そういう意味ではその経営者の強いリーダーシップが不可欠だ、でそのためにもその経営者が IoT がどういうものなのかちゃんと理解をして、しかもその自社にとっての IoT てのあのをちゃんと理解をするということがやっぱ大事ですということをおっしゃっておられます。もう一つは、えー、この実際に IoT をデザインしているのはこう経営者が号令をかけてで,こうでもあの実際の工場には従来の,あの生産の方法でやってきている40年選手がいるわけで。 その間にです、ね、挟まりながらあの実際にデザインをしている方というのは大体こう30代から40代の課長クラスの技術者だと。でこの方々は、えー、大,体その大体生産技術の,あのプロだった方が、えー、独学で ICT の,の技術をあの勉強しながら、えー、デザインをされていらっしゃいます。でこの方たちはあの独学でやって今,今のこの瞬間やっていらっしゃるんですけれども。 自分たちの,その課題っていうのを共有したり相談したりする場がなかなかないんだということを言っていらっしゃいます。もう一つはですねこの生産現場に IoT のニーズがあるんですけれどもこういうその生産現を持っているものづくりの企業にどういうところに IoT のシステムを発注するんですかという話をすると。 例えば東京の,その大手の IT 企業みたいなものを頼むと100億円単位の取引でないとなかなかこう取引として整理しないんだと困りはきかないという話をされます。他方でじゃあその富山の中小企業の,の ICT をやっている企業にじゃあできないかとえ富山の IoT を富山の企業でできないかとえいうことを考えるんですけれども。この、えー 富山の ICT 企業に聞くと、自分たちはなかなかこういうものづくりの企業さんと交流の場がないと、えー、営業さんが玄関をノックして、あの営業に行っても大体門前払いを食うことが多いんですと、えー、たまたまそのあるパーティーで社長さん同士が隣の席になって、こういうことやってるんですよねと言って話が進むと。 いいううこととが現状なんですすよねという話を聞きますそういう意味では、IoT のニーズを有する企業と、そこの発注を受けてです、ね、実際にプログラムを仕組んでいる企業の交流の場がなかなかないといった声があったりします。そういう意味ではその、この課題に書いてあるようなものが課題ではないかというふうに今、考えております。 それを受けてどうするかですけれども、えっとまああのえー、加速交付金に申請させていただいておりまして、えー、富山県の,その企業や産業といったものにとっての,の IoT の利活用というものを考え、富山戻るっというのを作っていきたいと思っております。やりたいことは2つでして、まずあの今取り組んでいる企業については、今、だいたい1号目とか2号目とか言っておられます。 えー、そういった会社については、より高みを目指していただくと、3合目、4合目に早く行っていただくということをしたい、もう一つは、えー、そういった取り組んでいらっしゃる企業の姿を見て、あ自分たちもできるんだなという気づきを与えたい、取り組んでいない企業に与えたいと、えー、そういった企業の背中を押したいと、えー、この2つをやっていきたいと思います。で具体的なメンバーってこれは、まあ、ああは検討中であのそうあの考えている最中なんですけれども、 例えば、IoT を取り組んでいる企業とか、まだこれから取り組んでいこうとする企業と、あと技術とか人材の育成みたいな話も出てきますので、大学とか、うちの講義センターと、あとその取引企業間のマッチングみたいなのもありますので、金融機関とか、こういうものを入れながら、IoT を推進するようなあの研究会というのを来年度はやっていきたいと思っております。最後そのハードに関すすることですけれども え富山県、ものづくり研究開発センターとかがありまして、ここ、非常にこうあのハイスペックないいものをいろいろ入れていて、利用件数もあの県内はもちろん、県外からもあの多くの利用をいただいております、その中にですねデジタルものづくりラボというものを2015年3月にあの作りまして、ここには 3D プリンターだとか、3D スキャナーだとかいう設備を入れると、あとこれはその非常にこうあのえ使うことが難しいので、使い方を人材育成をすると。 いう意味で、あのものづくり研究あデジタルものづくり研究会ということで県内企業さんの人材育成を図っているということを取り組んでおります。まああのこのようにあの富山県の官民挙げてですね、あの IOT というものをあの一生懸命推進していきたいと思っておりますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。以上です。亀井様ありがとうございました。